この聖域に入り込むなんて。何のために私たちがここにいるか本当にわからないの？今すぐ出なさい！なぜ裏切るの、ルビー。大切なものを守らねばならないのに。大切なものってよくわからないけど、お願いだから目を覚まして。失望しましたわ、ヤン。あなたがこの子をこんな風にしたのです。あなたの勝手な都合でルビーが成長する機会を奪ったのですわ。なんかめちゃムカついたんですけど。何も知らないくせによく言うね。ヤン、ダメよ、落ち着いて。3人とも永遠に閉じ込めて立ち上げます。